ニコラ・マクシモビッチは、コソボプリシュティナ出身のサッカー選手。ジェノア CFC 所属。セルビア代表。ポジションはディフェンダー。2008年に FK スロボーダウジツェで、プロデビュー。2012年には、国内の競合、レッドスターベオグラードへ30万ユーロで移籍。2013年7月23日、イタリアのトリノ FC へ、レンタル移籍。 2013から14シーズンの途中に350万ユーロでの完全移籍が決定した。トリノでは3シーズンで公式戦76試合を経験。2016年8月31日、SSC ナポリへ2700万ユーロで完全移籍を果たした。高額な移籍金のため活躍が期待されたが、ラウール・アルビオルとカリル・クリバリーの CB コンビや、 第 3CB のブラド切り消し存在もあって、カップ戦での出場すら、ままならず、加入1年目は8試合の出場で終わった。2018年1月26日、出場機会を求めて FC スパルタクモスクワに、シーズン終了までの期限付き遺跡で加入。3月4日のロコモティフモスクワ戦で、ロシアリーグデビューを果たした。2012年8月15日のアイルランド戦で、 セルビア代表デビューを果たした。ありがとうございます。